橋し頭工場共闘線は台湾高尾市共闘区にある台湾東洋講市が運営する高岡機能園センター内の軽便鉄道路線。共闘線は旧人部線の一部分であり、かつ南北平行予備線を構成していた。当時は貨物輸送専用だった。人と部線の大部分のルートは高尾都市運行線及び台湾鉄路管理局縦貫線と 並行していた。早雲高線建設時に、一と部線は一部の経路が改められた。2003年8月に総延長 1.2km の旅客化が決定され、京都駅、西濃駅の二駅が設置されることになった。2009年7月に交通部は、京都駅から 0.3km 北の早雲京都東商店への延伸を認可した。 早やうん、共闘、党、省益共闘、性能、ABCD、台湾、東京講師、五分社、英文、資料、台湾、東京五分、有限、講師、政府、資料、開放、代、第2九万9百721、共闘、党、省、連連五分社、小、7、25、福祉、2009年7月21日、2千九9七725、五分社、また、市、志向、早教共闘、党、省、二2009年7月21日、 ありがとうございます。